いいないと思うので、はい。大丈夫かと思います。じゃあ、えっ、ー、と、始めたいと思います。あ、役外とかもしないでくださいね。お願いします。始めます。あの人たちの方も素晴らしいと思うぜ負けを認めることの方が素晴らしいよね。役職をお選びください。選択しない場合、うん、余っている役職がランダムで振り分けられます。村の2人がねあなたの役職は人外多すぎ。人 <口 S 3> <laughs> 今日はもう流した番映画だら夜が更けました人狼に気をつく人狼の方行ってくださいひろちゃんはいお願いします無理だよあうんまあ気楽にやりましょうよ負けでもいいんでやばくなったらもうあの終わっていいんで<れ>大丈夫そんなに勝ち負け気にしてないんでうんはいまあ曲がすわ気楽にやろう うん、大丈夫、気楽でいいよ、気楽で。勝てるわけないんだから。オオカミの会心のゲームがあったから、もう俺もうお腹いっぱいだもん。にまさっきよりはまあちょっと頑張るけど、レイヤーだけどさっきよりは無理だもん、もう相方、たぶん無理だなとは。はい、お願いします。そうっすね。うん、無理だなとは思います。反対で,でおかしいなって思ったところです。 まあ、例えばの話で、まあ、占いが日仕になった時の話をします。占い日仕様でから、両占い師から釣られてるから、この人は村なんじゃないんかなって先生は僕落とさないです。新郎家庭においてもその人が教授の線だってあるし、新居だった場合って狼の線もあるし、新郎で本当に狼釣るしてるライン切りの線もあるからですね。はい。僕はそういう人です。はい。あ,あとでね、無駄な投票はして欲しくないかな。 明らかに釣れない位置に入れたりとか、あとは何やろな投票放棄とか。あ、別に人外してもいいですよ。はい。釣り殺すんで僕は。はい。それぐらいかな。はい。じゃあ2周目。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番です。お願いします。占い師で七しろです。えっ、ー、と、率直に8番さん印象がいいんですよね。要はあの、 投票工期とか捨て票っていうものに対して自分もめちゃめちゃ嫌いで、人外票と村人の票っていうのの数が、できるだあの、ち、近くなっちゃうと、負ける可能性が高くなるんですよね。特に大ミっていうのは色が見えてるんで、人外票っていうのは集まりやすいんで、その数が村の数と近くなることを一番嫌うから、捨て票とかめちゃめちゃ嫌ですね。もうめっちゃ濃い印象ですね、8番さん。 はいえー、とそうですねレイは8番さんの位置で2周目で出てきてほしいかな、うん、騎士の動きはね、まあ、2周目かな2周目言いますね、はい、8印象よし,よしです一番のプレイヤーが発言しますはいねイノですね,ですね今日はですねうんいや私逆に8番ねこういうい綺麗なことを言う人ってね印象をよく見せようとしている うん。怪しいなって思いますよ。投票についてはあまりね、聞いたことがないんですね。これ人外でね、あのね、こういう突拍子もないことを言ってね、綺麗に見せようとする。9番が死んだら、そのマジックにかかってるわけですね。まあ、246の女性陣はね、私のね、この言葉でね、あの、ヒロちゃん素敵っていうマジックにかかってますけど、9番さんはね、8番のマジックにかかってるんじゃないかなと。わかりませんよ、まだこれは。この発言だけで。あの、白いのかどうなのかは。正確に言うと、精査ができないはずなんですよ。 でも、肝との話んであれば、橋本さん白いと思ってる。でも、実は狼だったというケースが何度もあるんでね、この発言だけではまだ分からないはずなんですよ。だから私ね、まあ、とりあえずね、黒いと、でもね、白っぽい中にも狼は僕はいると思ってますからね、あのね、橋本さんの発言、2周目ね、注目したいと思ってますね。以上です 2> 2番のプレイヤーが発言します。 よろしくお願いします。そうですね。あの、まあ、霊能さんに関しては、八を白老一で置くって言ってたけども、うん、私その様子はあんまり取れんかったなと思ってる。まあ、2週目聞いて八番の精査入れればいいんじゃないかなと思ってるくらいですね。うんと、まあ、釣りをされたから、新居、盤面の発言もしてたし、普通に印象が良くなったし、うん、9番さんに関しても、そこに対して八番印象いいってなんか最後にスパッと言い切ったと言ったところが、 なんか人間っぽいかなってすごい思いましたね。うーん。なんだろう。普通に九番さんの声って聞きやすいかなと思っていて。一番さんのなんか、うん、発言がなんとなくこう逆考察のように聞こえて、私はあんまりこう、なんだろう。申し訳ないけど、あんまりいい精査には聞こえなかったですね。っていうふうに思ってる。なんか人害を作っていきたいような発言に聞こえたっていうか。うん。なので、 正直私3番のプレイヤーが発言しし、はい、しまますすはいいお願でした自分は違いますね、8番さんの,そのまあ投票しない人とか、不投票放棄する人っていうのは、人外っていう思考っていうのは別に、まあ、それぞれ進行論であるからいいと思うが、9番さんがそれに激しく同意をして、すごい印象がいいですと言ってて、なんでそれだけでめちゃくちゃ印象が良くなるのかなっていうのはよく分からなかった、そこまで印象良くなる発言だったのかなっていうふうに捉えたから。 うんなんだろうね。9番がもし2つだった場合っていのは8の評価書をしてるのかなとも取れるかなと思った。で、2番に対しては、まあそこのだから視点が違ったから、うんそんなに、なんだ9の印象良かったっていうのは俺と視点が違うで、1番さんに関しては、結局その9番さんに対する指摘っていうのがふわふわしてたっていうか、どっち、あなたは9をどう見てるのかっていうのがあんまり伝わってこなかったから、 いうというところです、ね。まあ、2週目考察頑張ります。以上。4番のプレイヤーが発言します。自分は八番さんの進行論好きやけども、あの投票法規とかそのなの、明らかに釣れへんところを釣ったとって、村人が釣れる可能性があるやんか。例えば、えっと、だから9番さんも言ってるやん。全外票と村人票が、えっとその、例えば、 えー、明らかに釣れへんところに村人がガッて入れた場合とか、人外があそこを、なんて言うんかな、入れちゃって、結局はなんか人外表になってしまうってことやろ ?9 番さんも8番さんの印象がいいって言ったんでで、能、えっと、さんに関しては、その <laughs>、9番が8番のことを白く見たっていうけど、まだ白くは見てなくて、印象がいいって言って9番さんは言ったまでやと思ってるから。だから、そこに対して、なるほ3番さんが9番さん、えー、なんて言ったっけな えーと、な何つだっけめっちゃ気になったんやけど、え、ちょっと待って、何つだっけあれえっと、なんか言ってたよな。え、ちょっと待って、言葉ごめんなさい。ね、ちょっと待って、頑張って、思い出ささっき言われたんで、ちょごめんな。5番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、現状、印象いいのは2番さんで、えっと、まあ、占い位置、例の位置って出てるところに、え2番さんが仮に位置が、えー、進化するかもしれない。えー、 1>, 1番を叩く理由ってあんまローっぽくないかなと思ってて、それに対して3番さんが2番さん印象あんま良くないっていうセンサーを落としてるのは僕は違和感を感じたっていうところか。9番さんが8番さんに対して進行論でえ印象いいって置いたのはまあ別に分からんでもないけど、1番の言うとりまだ早いんじゃないかなと俺は思ったけど、別にそれはいいまた2周目考えたらいいんじゃないかなと思ってて、え。ー まあ4番さんは3番さんに何か言いたかったらしいけど、まあ、それがちょっと分かんなかったが、まあ、3番を怪しむ視点っていうのはまあ同じかなと思ってて、えー、現状2番が一番印象いいって感じです。2周目頑張ります。6番のプレイヤーが発言します。うございます。そんな印象いい2番さんに白が刺さっています。占い師です。2番さん白です。ハークお願いします。えっと、私8番さんの印象めっちゃ良くて、特に感動したのが占い し、二人から釣られて、釣られ、つおりを押されてても素人見ないっていうのはマジでそれって感じなんで。それですごい良かったなと思って、まあ、対抗なんですけど、対抗の9番さんが8番さんの印象いいって言ってるのに対して、まあ、それはわかるなって感じなんですよね。で、そこに3番さんがつっかかっている構図が、結構3級の、あの、9のライン切りというか何、何あの、新占いのすり寄りに見えて、結構3級ローローを今追っているって感じですね。 えっと、8番さんの印象がいいっていうのは誰もが感じることだと思っていて、それを3番さんがわざわざ、えっと、そこを否定して球を叩くっていう構図が3級に見えたって感じです。四番さんが一番色落ち、ただ4番さんは一番色落ちないし、色落とそうとしないなって感じですね。まあ、棋士は任せます。例の7番のプレイヤーが発言します。まあ、 に2周目の9番さんの発言を聞かないといけないけど、1週目の精査をするんだったら6番の方が2歳かなと思っちゃうけど、3級ロールを固定してるんですね。あと、5番さんに1つ言うんであれば、そもそも2番さんっていう人物は、一獲するかもしれない1番さ人を何とかかんとか言ってますけど、無駄ですね、そしたら、めちゃくちゃ無駄ですね。 僕は8番さんめちゃめちゃいい印象だなと思ってました、はい。でも2番さんっていう人物が9番さんを評価しているんで、俺はひょ9番さんを評価し1番さん叩く構図ってあんまりよくわかんないですね、はい。ただ明確に5番さんっていう人物釣りたいですよ、僕は1番さん。6番さん目線で3番さんが怪しいってい五5番さんに合わせて三9ロ,ローローだって言い切るってやばいと思ってますけど。はい。 以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、2周目。えっと、1番さん、例の一角、おう、例のスライドかあ。じゃあ、9番の発言かなんかわからんかな。9番が例の詞としての発言を聞いて、1番と比較して、まあ、基本的には多分精査をしきらんと思ってるから、釣り切りかなと思ってます。どうやろうな。岸、あ、OK です。はい。 6番さんが、3番さん怪しいと思ってて、3番、9番狼だった時に、9番がここで降りて,降りてレノて、で出るんかなあね、単体でやっぱ制作するとね、3番さんおかしいんですよね。えっと、3番さんのおかしい様子今からあげます。3番視点で俺の印象がいいのかわからない。 だってさ、それって3番3目線で8番の印象がいいかわからないでしょでも9番目線では8番の印象がいいっていう風に言ってるんやから、3番が9番に対して叩く要素ってめちゃくちゃボールやし、3番がえっと9番に対して狼で8番の色付けしてるんじゃないんかなって言って、えっと、9番に対しての狼清掃をしたにもかかわらず、なぜ俺に対しての清掃はしないのって思ってるし、2番に対しての叩きも結構太やなと思ってたしよ。だって2番って9番の声が聞き取りやすいし、ね、そこで8との評価が私と一緒やからって発言残してるから。 だから現状、陣が不足しているのは3番のみかなと思ってて、えっと、5番に関しては、ちょっと7番さんのように、ちょっと俺は組み取れなかったかな。4番に関しては、なんかすごい言いたそうな感じだったから、2周目聞いてからでもいいんじゃないかなと思ってますね。はい。だから今回に関しては、多分霊能が2周で、あ、どうも、これグレーズメや。これ間違えたわ。6番一ちゃうグレーズメやわ。はい。それやったら3行こうかな。はい。9番のプレイヤーが発言しますはい、9番です。 これ7番さんに近くしたのでかいですね。まあ、あの、潜伏とかやめてください、ね、本当に。いや、これで6番さんが進刻したのもでかいし、しかも6番さんの城先は役に当たってないからめちゃめちゃ強いですよ。で、まあぐ、えっ、ー、と、まあ、1番さんが、どうだろうな、狂人で見れば、 いいいかと思ってはいるんですよ一番さんって初手の八番さんに対して、まあ、九が占いで出て、好印象を残したところに叩きを入れるっていう形だったんで、まあ、一番さんが九のことを、死んだと思ったら八、まあ、なんか濁す感じだったんですよね、九と。九番さんは八に騙されてるみたいな。だから、どちらとも取れないような発言を残したから、やっぱ一番さん、強人かな。だから、グレーに二郎いるっていう視点でいけばいいと思っております。で、 そうです、ね、うん、難しい、グレー。グレーで二郎構成になると、いや、難しいわ。<laughs> 難しい。まあ、3番さんは、結構、8の印象いいって言ったら、9に叩きを入れてきてる行為としては、8、あ3、8はつながらないんですよね。ここの二郎はないと思ってます。 四番さんは九に寄ってくる発言を残してたから、三と四だったら。連携取れてないなと思ってるんで。三四はなし、三八はなし、三四はなし。結構五番さん、結構いろいろと引っかかる、っかかるな、そうすると、五番さんとのラインが結構出てくるな。うーん、って感じですよ、六番さん、頼みますよ。一番。のプレイヤーが発言します。うん、はい、どうなんでしょうね。十一でいいじゃないですか、別に。うん。 あの、9番の発言を聞くと、ローの可能性ありますね。なんか、グレーに行きたがっている。それで、まあ、相方以外釣ればいいっていうことなのかな。村を釣ろうとして、で、9一星差で勝てば、勝てば PP 持ち込むような感じにも聞こえるんで、9番釣ってほしいですね。ローの可能性があるんで、今日でもローでもあるのかな。ローもあるな、これな。平和村になってるし、で、まあ、平和村、作ったから自分が死んだっていう主張をする。 する意味ないと思うんですけど、全然。うーん。うん、どうなんだろう。9番が言ってるの三3、8、3、4もない。表面とそうだね。8を通してみれば三2と4って多分用語してて。ちゃんとこって、まあ、ちょっと、遠く、遠くから見てるって感じが八番を。うん、さっき9番が5番親死んでいるってなると、9番をローと仮定すると9、5、なさそうなんでそれ以外から。2、3、4、8。グレー行くならね。うん。 9番をローと見れば、京都見た場合はわからない。2ロー構成がちょっとライン切ってるのかどうかわからないけど、91でいいんじゃないですか。うん。まあ、乗らせてくださいよ。その方がまあ、村にとって安全じゃないですか。うん。まあ、9番は偽物なんでね、私の見る結果もね、あの、捏造してねじ曲げてね、届けると思うんで、まあ、あの、その時にね、1番が真だったって分かりますよ。うん。 私としては9番、9番の色を見てみたい。強人でか、オカミか。うんまあ、9番いってください。以上です。9番の方がグレセサがしっかりきているので、私はこの盤面って、例のにオカミが出てると思ってるんですよ。で、1番と最初から目線が合わなかった。1番っていううのはもう 人外塗りをしようという発言でしかないと思ってるから、私は一番から釣りたいですね。で、私、強人じゃないから、占い師にお願いしたいんだけれども、5番絶対無理だと思ってるの。私目線バッチリ合ってるから。だから5番釣らないでって、騎士にもお願いしたんだけど、5番絶対ないと思ってる。5は絶対無理だと思ってる。うん。で、自分も無理だよだから、うんとね、どうしよっかな。あ、うん、どうしよっかな。うーんとね、 占い師にお願いしたら4番占ってくれないかな ?4 番の色って一番見えんって思ってたでしょ ?6 番自体も4番の色って一番見えんって言ってたでしょやったら4番占ってほしい。で、3番も私、あって強人かなと思ってるんよ。だから3番落とす意味ないから、うんと、例のから1番から手をかけて、明日9番も釣り切って、そしてね、4番占ってほしいの。うん。いいお願い。で、3番強人かなと思ってる。で、5、8は村やと思ってるんよ。 で、自分も村やから。だから、このスケールで行ってほしいんやん。お願いしたいんだけど。私、白出てるでしょで、占い師近くしてるでしょって感じ、村ないよ。だから、絶対1から行って、明日9つって、そして4占いしてほしいよ。で、騎士は絶対6番守って。で、色見たい人は絶対4番、4番で。で、五5と8はダメ。村だから。3番のプレイヤーが発言します。 はいお願いしますね9-1の刹那に関しては9番さんのシーンで決めるっていいレベルかなと思ってます1番さんの発言からもシーンが追えないかなでまず9番さんのその最初のまあ9番さんが自ら盤面を作りに行って演技まあ、それ人狼が身分の開示を選択しました 1> 1名の方がなくなりました。4番ゲーム終了。村人陣営の勝利です。え、何やねんリバック全やいや、お前、108から行こうと思ったんだけど。3強じゃなかった。 3番のどこに狼を拾ったの ?5 番のどこに狼を拾ったの